イレ行きたいな。トイレ漏れそう、漏れちゃうよ、トイレが、トイレ漏れそうだわ。うん、トイレが漏れるわ。トイレのトイレは、トイレはどこにあるんだ、トイレは、トイレはどこだ、トイレがないじゃん。え、なんでトイレがないの、ここ。トイレがないんだけど、左？なんでトイレがない？悪いね、どこいるの今。トイレどこ？大阪？すいません、あのトイレどこですか？階段上がってもらってって、こう階段上がれないじゃん。もう生理が漏れそうなんだけど、スカートに染みそうだよ。生理がもうスカートに漏れそう、染み当たりそう。階段上がって左、ナプキンあるよ。ほんと白いワンピなのにさ、もうマジでやばい、最悪。トイレないし、マジ分かりにくい、ここ。何ここ。そう、二日目ってめっちゃ多いんだよ。マジで通りないんだけど。どこ通りで分かりづらいな、この駅。教室は。あ、ここか。寒いしさ、今日寒いとトイレに引っかかるんだよ。あー、もうトイレ漏れる。寒い、めっちゃコートがないと辛いよ。コートがないと辛いわ。コートがないと。手洗ってない。だって冷たい水だもん。あったかいお水ならいいけどさ、冷たい水で手洗いたくないじゃん。だから刑務所でもよく同じ受刑者で喧嘩してたよ、それで。
手洗えよって言われて、がっつり血がついてる、うんこと、どこここ、これ乗るか、これ乗ろう、ナプキン変えとく、うん、これ乗ろうか、ふぅ、すっきりした、充電切れそう、うん、モバイルバッテリなんで私岐阜なんかいるんだろう。うん。え？ここ何番線わかんない。ちょっと待って。いちいち測定しなくていいから。あ、いいや、とりあえず電車のとこもう発車するしね、もうあと5分ぐらいしたら、いや間違えたんだよ、なんで岐阜駅にいるんだろう、はあ、エムさんいらっしゃい、岐阜駅に何でいるの私は。いや、岐阜のカラオケでも入ってちょっと夕方までいようかと思ったけどやめたよ。うん、岐阜はやっぱり行かないことにする、カラオケでも入ろうと思ったんだよ、笠松刑務所があるの岐阜に、じゃあここであれ来たら大阪わかんない、お金ないよ、電車間違えたんじゃなくて最初から岐阜に行くつもりだったけど、さまよってるね、今さまよってる、だって分かんないんだもん、どこにいるか情報が、和宮って名古屋じゃん、愛知にはもう戻んないよ、うん、名古屋は行きたくない、いや DM 見てるよ、岐阜に刑務所あるだっていきなり捕まってもいきなり刑務所行くわけじゃないからね、留置場だからね、最初は一宮悪いね、大阪なの、もう夜行バスで帰るか東京に、うん、そうしよう、夜行バスで帰ろう、明日夜行バスで帰るか、岡山、なんで岡山に行くの、うん、頑張って、ありがとう、うん、大阪にいるの悪いねが、うん、バスなら安いしね、夜行バスで東京帰るか、うん、夜行バスで、
いや貸し切りだよ今。貸し切り。東京の山手線と違っていいよね。なんかこういう向かい、お前になってどういうこと？何また通報されてんの？もう出発するから大丈夫。あと2分ぐらいで。どうせまたなんかポリスかなんか通報して祝電してんでしょ。あと2分でもう行くから大丈夫でしょ。ナプキンから止まっちゃったよね。あと2分で出発だから大丈夫。人少ない。完全にナプキン変えて終わっちゃったよね。種類これだね。センターインコンパクト1/2、持ち歩きにベスト、多いよりよ 30.5 センチ、あと5枚ぐらい入ってる。タクヤマジ？いや、それらしき人いないけどな。何ですか？なんか見てなかった。え？あ、本当です。